こんにちは、みなみです。こんにちは、るいかです。はい、今日はですね、この間スクールアイテムの購入品をしたと思うんですけど、今回は2人でスクールバッグの中身を紹介していきたいと思います。 Amazon の大量購入した時にこのバッグね、買った。るいかはランドセルですね。何をこう使ってるかとかファイルとかを紹介していきたいと思います。それではスタート。なんかママにゴキブリのドッキリをされた時に紹介したかな。ということで、バッグの中身は久しぶりですね、結構変わってると思うので紹介していきたいと思います。はい、じゃあ私からやりますね。まず筆箱がですね、今はこちらを使ってます。前紹介した、こちらの動画で紹介したファンの方にいただいた筆箱は今お家で使ってるんですけど、気分でこうコロコロ変えてるので、今はこちらのゴリラくんを使ってます。これかわいいですよ。中身は今日は紹介してないんですけどシンプルに揃えてます。目印とかが多いです。このシャープペンおすすめ、かわいくないこれ、はい、次はですね、このポーチ荷物多いじゃないですか。だから多いんですよ、ネーネーと比べたら全然。このポーチの中の紹介します。これはね、100均で買ったね、めっちゃ開くんですよ、ここは。こうやって、まずこちらファンの方にいただいたフィアンセハンドクリームピュアシャンプーの香り。これね、あのフィアンセのこの香りが好きで、ボディミストもこの匂いなので、ハンドクリームもこれがいいなってことで使ってます。ありがとうございます。ちっちゃいからかさばらない。次がティッシュ。これはね、あの柔らかいやつね。でハンカチが、こうハンカチエイルなんですけど、ここから選んでハンカチを、毎日変えてます。はい、次こちら、これ何だと思う？スプレー。あー、セーラームーンの柄なんですよ。これ書いてあるね、コロコロ、じゃーん、見てみた、制服についたホコリとか、あとマフラーの毛とかがつくので、こうやってコロコロコロってして、ここからね、ピリピリって破れます。これね、ドンキで買ったんですけど、替えが近くに売ってなくて買ってないんですよ。だからこの1本だけ可愛くない？かわいいです。これお気に入りで、次こちら、これはさ、ほら前紹介したやつ、これロフトの歯ブラシ、これめっちゃ使いやすい。こうしてこうやって磨く、気に入りで、ここのなんか平べったいここにね、ポケットがあるんですけど、ここは付箋と、なんか筆箱に入れるとシャーペンと付箋でこうなんか当たって取れちゃって、なんかずれちゃったりするんですよ。だからこっちの違うポーチに入れてます。で次、無印のノートです。こっちか、課題の範囲とかを書いてます。で次こちら、こちらファンの方にいただいた、鏡ですね。これめっちゃ可愛いの、ありがとうございます。でまたこっちにもね、ちっちゃいポッケが何個かあって、はい、じゃん、絆創膏、これ無印の絆創膏です。で、のり、スティックマンですね。で、これが目薬ですね。コンタクトしてってるので、なんかゴロゴロ詰まった時はこれ刺してます。で、あと櫛が2個、両方とも100均、かわいくない？これ使い分けてます。あんまりこっち使ってないけど、とりあえず入れてます。はい、でこのポーチは終了。はい、これ開けるね。うん、前紹介してるやつ、いろいろ入ってるよね。そうスターシュナリーセットって言ってね、結構いろんな、こんな感じで、あ、ここにカッターは持っていっちゃダメなんで抜いてるんですけど、ハサミと、あとホッチキス、これめっちゃ使える、修正テープ、テープのりメジャーです。いいよね、かわいい。で、あとは給食の時の箸セットですね。これも前ロフトの時に紹介しました。で、あとファイル、じゃーん、この間ノートを買いに本屋さんに行ったんですよ。
その時に買いました。で、あとね、お友達からもらったお手紙が入ってます、ここに。で、あとこれ。大きめの赤シートですね。B5 サイズはノートにぴったり入るんですけど、私 A4 をなんか買ってしまって、ちょっと大きいんですけど、使ってますね。あとはこちらです。これお家でも使ってるんですけど、今冬なので、膝掛けを持って行っていいということで、お年玉企画の時に紹介しました。これめっちゃ高い。です。終了。はい。じゃあ、ルイカさんの紹介してもらいたいと思うんじゃなくて、私がルイカの代わりに紹介します。はい。手箱から。おー、マーベルだね。これは雑貨屋さんで買って、なんかさ、紫が統一してんだよね。あ、そうそうそう。この店も紫だし、だから筆箱も紫です。なるほどね。かわいい。次、ファイルですね。じゃじゃーん。これも前紹介したね。プリントとかノートとか入ってました。そっか、ルイカは別に持ってくものないのか。うん、月曜がいっぱいある。ああ、週の初めに給食期とか。上履きと体育着、体育着。じゃあ前のポケット。うん。に？あ、これあるじゃん。そうそうそう。冬だから唇が乾燥してるから、うん、持ってって学校に持ってる。ね、これいいよね、メンスレータの、うん、リップ。そういえばリップがない私は。あとは靴下、これはなんで？ね、雪と雨が降った時。うん、靴下が濡れたら買える。ああ持ってってた気がする。持ってってたわね。靴下ない時絶望してた。裸足で上履き履いて過ごしてました。これはマスク。あ、マスクいいよね。うん、待って、 R って書いてある。マスクの替えの用のジップロックだけど、うん、マスクが入ってない。全部使ったんだけど。あ、全部使ったの。あとは教科書ノートだね、うん、え、懐かしいランドセル。え、ここに時間割とか入れないの？うん、あれ、そうなの。時間割り、机のところに。懐かしい。この、押したら縛る感じ、わかる？うん、こうやって。あと、防犯ブザーがついてるね。うん、あ、ちっちゃちっちゃ。あ、ちっちゃい。肩がよくなる。全然似合うよ。あ、ありがとう。それはいい意味なの？うん、あ、そう。小学生に見えるってことか。めっちゃ前さ、ランドセルの中身紹介するよね、うん、YouTube で、うん、ひえ。じゃあ、ルイカの終わりですね、うん、はい。え、多くね、なんかだから言ってるよね、いつもね。ミリが荷物多いだけど、なんか、ここにテープのり入ってるのにスティックのり入ってるの自分でもおかしいと思いますけど、まあ、けど使うものばっかだからいいの。はい、終了。私のポイント的にはコンパクトなものを入れてます。多いので、これとか結構コンパクト。あ、メガネは持ってってないです。これ持ってくといいよってものとかあったらコメント欄によろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。ゆうきが中学生だったらさ、どんなもの持ってくのか楽しみ。2年めっちゃ中学と同じになることがないんだよね。ちょうど、うん、やっと離れてるからね。うん、ちょうどルイカが入学したら私卒業。違う、あ、違う、卒業して1年経ったらルイカ入るの。そっか、多分ねえねんって紹介するもの入ってる。分かんない。分かんないよね。バイバーイ。